しい。はい、では前回焼けた獣王チェンジャー、これね、これのシール貼っていきたいと思います。わー、これでね、シールの貼り方載ってるからね。まず前から行こっか。前、これだね、この電話のシールを、電話のシールをここに貼っていくね。真ん中をここに、結構シールいっぱいあるからね、ここに貼って、そしてこの一番下の、一番下のやつをここに貼って、ずれないように。なんかかっこよくなった。はい、これで前完成。左完成。ね、次は右だね。シーク、右、はい、シーク、右の、シーク、右の上にシーク貼って、シーク、こいつだね、シーク、で、これで、あ、歪んだ。で、次は後ろ、これで完成。後ろにロボットの絵だね。はい、これでシールが全部貼れたよ。そう、外見はこれで完成だね。完成。はい、中見え。はい、次は中見え。中もあるんだね。中もあるんだよ。いっぱいあるね、シール。あ、そうでもない、簡単だった。完成、できたよ。完成なんだろう ね。完成、これでシール全部貼れたよ。かっこいいね。じゃあ、はい、獣王チェンジやってもらおうかな。じゃあ、いくよ。電話するときはちょっとこの電話ね、ここでずらすでしょ。これ変身するときはこのままでしょ。で、あー、間違えた。変身でやるときにここ、これでしょ。ここに押して、シンクで、この絵を合わせ、絵を合わせたら、あー、っていうのかな、このときに。そうそうそう。で、電話するときは、ここを開いて、ここのところを、こうやって、電話のマークに上を戻して、ティッ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 、でできるんだね。じゃあ、ロボットを呼ぶみたいな感じの時はガチャガチャって回して、あ、そうだね、チキン。これは、ああ、言う、この時もわからない、わからない。はい、どうぞ。あー、立ち切れた、立ち切れたよ。はい、どうぞ、いいよ。どう、上手にできるかな。できてないね。まあ、できてることにしよう。変身。あ、ロボットは合ってるね。できた。はい、というわけで今回は 1,2,3,4,5 種類、5種類のリアルチェンジ獣王者揃ったね。これをいろいろ変えたりして、これもね、200円なのに本格的だよね。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ほら、ちょっと待って、電話にできるようになってるしね。すごいね。みんなもやってみてねー。